はい、ガチャ開封。中身はこちら、山手線散歩フィギュア土産。新宿駅構内にあったガチャで全7種300円です。続いてラインナップ、エビス様、歌舞伎町一番街、東京タワー、秘密堂、秘密のいちごミルク、東京モノレール1万系車両、鉄腕アトム、リリア朝顔市。新宿駅歩いてたら珍しいガチャがあったんでやりました。このガチャ自体がめちゃくちゃ目立たないところに置いてあるから、今までずっとスルーしてましたね。その間にもう第2弾に切り替わってたとは。悲しい。いや、第1弾のラインナップも気になるわ。上野動物園とか、上野公園とか、あとアメ横とかね。いや、全部上野。いや、ガチャガチャの機械のとこに見本があったんだけど、一番良かったのはこの歌舞伎町一番街。これ写真で見るとわからないと思うんだけど、すごい奥行きがあって、めっちゃリアルで、存在感放ってたね。東京タワーなんかもいいね。やっぱ東京と言ったら東京タワーだから。まあ最近スカイツリーができちゃったからそっちが注目されてるけど、まあでもスカイツリーは山手線じゃないんでね。あと、エビス様。すっげえご利益がありそうで、これも欲しいですね。で、今回2回回してきました。で、漢字の中身はというと、こちら！何これ？富士山？あ、かき氷か、これ。雪山かなと思ったわ。ああ、練乳にイチゴね。ということは、日暮里駅、秘密堂、秘密のイチゴミルク。知らん。やべ、聞いたことないな。日暮里駅自体馴染みがないし。日暮里駅、秘密堂。で、春夏秋冬を楽しめるかき氷専門店、秘密堂。自然の寒さでゆっくり育った日光天然氷を、昔ながらの手動式かき氷機で削ります。蜜は自家製で、旬の素材をそのまま活かし、無添加で作られています。ふんわり氷と濃厚な蜜と練乳のかかった代表作、秘密のいちごミルクは絶品です。すげえこのボリューム。これいくらぐらいすんだろうな。1800円ぐらいすんのかな。じゃあね、2個目開封。歌舞伎町来い、歌舞伎町来い。あー、残念。これはモノレールだね。東京モノレール1万系車両。1964年9月、東京オリンピック開催に合わせて開業。現在、浜内町駅から羽田空港第2ビル駅の 17.8 キロを結び、2017年11月には累計乗車数20億人を達成。スマートモノレールがコンセプトの最新車両1万系は、モノレール車両では初の LED 全照灯と車両灯を搭載。また、海外からのお客様向けに、車両間貫通扉には、五重塔、富士山など和のデザインを取り入れています。じゃあ、それぞれ開封していきます。じゃあ、秘密のいちごミルクから。はい、ちょっとなんかこの画用紙も入ってました。これは何のために使うのかな。とりあえずこれは捨てよう。じゃあ続いてモノレール。はい、じゃあそれぞれ見ていきますか。はい、こんな感じです。いや、このかき氷なんかね、光沢があってめちゃくちゃ美味しそうで、あとこのスプーン置く紙、これなんかも可愛くデザインされてますね。あとこのモノレールね、今まさに走行中っていう感じで立体感があるね。五重塔、富士山のデザインが取り入れられてるってことだけど、どこ？反対。確か車両間貫通扉に書いてあるんだっけな。これ一車両一車両切り離して断片を見てみないとわかんないってこと？いや、残念だな。いや、改めてこうしてみると全種類集めたくなるね。はい、ということで、山手線散歩フィギュアガチャでした。ご視聴ありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。